こっちかな。こんにちは。はい、こんにちは。ケケオーケストラですけども、はい、鈴木エブリーが亡くなりまして、はい、これ AV ですか？どうです、緊張してます？緊張してます、初めてだもんね。キャラバン買いまして。あ、はいはい、おめでとうございます。なんですけど、あ、そうですね、買いましたので、うん、買ったんですけど、まだ後でお見せしますけど、中すごい空っぽの状態なので、はい、ここからいろいろやっていきます、はい、全部で48工程ぐらいありますけども、はい、やっていきたいと思います。はい、恐ろしいです。そして、はい、アシスタントはこの方、はい、コシモモです。モミモミ夜勤明けです。はい、やっていきましょう。もう死んでしまいそうです。はい、とりあえず今日はね、もう天井だけやろうと思ってて、はい、この天井が今あのこの状態なんですけど、エブリンの時はやってなかったんですけど、うん、これを買いまして、断熱材、うん、そして防音にもなるということで、ほうほうほう、これを上に全部貼って、はい、夏を乗り切ろうっていう、この猛暑の中作業するんですけども、はい、ね、今何もない状態ですけど、まずこの金具を全部剥がして外していって、天井を一回剥がします。これ断熱性もあるんだけど、防音性も遮音性があるみたいで、はいはい、ちょっと桃コンコンコンってやってみて。じゃあ叩くよ、うん、怖い怖い、トラウマがあるんですけど。すいません。このぐらいね、はい、まあでもどうなるかわかんないけどな、ね、うん、でさ、これ一回、うん、この中がどうなってるか全くわかんないじゃん。はいはいはい、言っても、うん、だから一個だけ外してみて、見てみよう。あ、はい、だからこれ二人体制でやっていこう。はい、えい、えい、えい、おお。刻んでいくといいわ、こうちょっとずつね、うん、ベンダーみたいな。で、取れた。あ、もうシンプルに。あれ、でも、そっか、なんか俺ここで、あれしてんのかと思ったら、だからどっかで割れ目、切れ目があると思うんだよな。あるとしたらここじゃない、この電気の配線が。うん、一応こっちやってみようか。はい、こんなもん、こんな電動なきゃ無理だろ、これ。無理ね。これは剥ぐの？剥いで、うん、断熱テープ、断熱材を貼って、また戻す感じ、うん。あ、そうなの？そうそうそう。一回、じゃあもう一回全部取ってみようか。なるほど。あ、ちょっとこれ気をつけなきゃ。これだから電気系統あるから、うん、ちょっと。あ、本当だ。こういうのは忘れないよな。なんかこういうのはさ、大丈夫と思うよ、うん、素人が2人で。大丈夫でしょうか。後でなんか違う、大丈夫、大丈夫です。これまあでも最悪このままいけねえかな、うん、このシートが剥がれればいいから。そうね。一旦これ剥がし終わったんで、こんな感じになってるのはね、これはだから使えそうだからこれ置いといて、ここにまあ断熱貼ろう、はい、ちょっと叩いてみます、うん、いいよ。はい、お母さん、お母さん。いや、当たり前じゃん、その音すんの。いやいや、これで叩く意味あんの？何があんの、これで叩く意味。うん、これが断熱で、幅こんぐらいね。はい、でこれをまあ上に貼ってく。貼ってくね、うん、で広げてみよう。これ一ついくらするの？2500円ぐらい。この1枚で、はい、そうだから、うん、さっきギリギリまでって言ったんだけど、うん、そうなってくると足らない可能性が出てくるから、はいはいはい、なんかいろんな YouTube 見たら、うん、
結構ポイントポイントで貼ってるパターンもある。あ、そうなのね。ベターじゃん、もちろんベターの方がいいんだろう。はいはいはい。へえ。でどっちかっつったら後ろをメインで貼りたい、ま、前は最悪ちょっとずつでも、あの、はいはいはい、ここで済むから。うん、うん、済むからね。あのとりあえず、うん、あのここがさっき85だったんだろ。はい、85だから、うん、でこれが1個長さ140、はい、140なんで2つ取ったとしたら70、はい、だから85でちょっと足らないけど、うん、あの、この後全部に使う時に足らなくなったことを考慮して、はい、1回70で取ろう。はい、わかりました。で最悪横またつければいいから、うん、ということで、はい、めんどくさいからこのまま折って、はい、切るね。こういうの得意じゃないんだけども、うん、お前の方が得意じゃない。いや私苦手そんな2人がやってる。あの以前ベッドフレーム作ったところを見てもらえればわかると思う。何お前それで俺が YouTube の編集の時スポンってなんか変な画像出さないそうそう、めんどくせえことさせない。これも多分普通こんなんじゃないよな。うん、多分ね、こうだろう普通。そうだね、斜めになるよけどいいかな。うるせえなやってくれよ絶対普通さ線引いてやったりするんじゃないの。どうなんかな、これハサミじゃない。ハサミのがいいか。弱いハサミしかないよそこ、ちっちゃい。何これ小学校の時使うようなね。これお前勇者が伝説を使う前のやつじゃん知らんけど有名な鍛冶職人、伝説の鍛冶職人にどうしてもらうやつじゃん。ちょっと弱いよね。ちょっとか でかいハサミないか。家の中にあるけどちょっと取り行くのはね、取り行けよちょっと取り行くのがね、かっこめんどいじゃねえんだよ。じゃあ取ってくるよ。あの今回の裏テーマがさ、うん、あの素人の荒いやつでもできるよって。なんか YouTube の動画とかさ、結構あいつらプロじゃん。あ、はいはい、確かに確かにね、うんうん、うん、全員つなぎじゃん、うん、つなぎって、だからつなぎってる意識してる。だからあのそういう荒くても使え、うん、できる方見たいじゃん。はいはい、ね、そうね、そのパターンね。切り良いでしょ、そのハサミ。そう、切り良い、うん、これ100均だろかな。ほら、100均でも切れるっていう。できる、そうねはい、で、ちょっと切って、うん、ほら、ちょっとほら、間空くぐらいだから、よくない？これ。そうだね、うん、そうだね、うん、あ、でさ、それ貼った後に、もともとのこれ戻したら。あ、戻すよ、もちろん。あ、そうね。あ、そうなんだ。だからこのままにするつもりだと思ったの。いや、そう、そう思ってた。ダセーじゃんいや、だから間空いてて大丈夫かなって思ってたんだけど。いやいや、違うのに戻すんだ。隠すからよかった、危ない、これ捨てるとこで捨てる、ダメだ。で、貼ってきましょう。はい、こういうのはね、二人だと助かるのが、一人でやると結構、あ、そうか、手が、そうしかない。こういうのって一気に剥がしてやるタイプ、性格が出るじゃん。ちょっとずつ、4分の3分の何本だけやってとか。いや、私これやったら多分一気に行ってやるか、うん。あ、つけばよかったかな。大丈夫か。あ、大丈夫じゃない。今までかぶっとったけそんな油とかついてないよ、うんうん、これは、はい、どうしよう、ギリにしようか。そっち、あ、こっち前の方、うん、ギリの方がいいんじゃない。ちょ、前一番端持ってな、うん、そっちから貼ってね、うん、こっちはまだ貼らない。今どれぐらい空いてる前。あの、このサイドをどうせなら同じぐらいにしたいのよ。拳1つ。あ、じゃあこれもこんな、これお前うるせえなっていうこれに合わせよう。うんうん、これから3センチぐらい。今めっちゃ引っ張ってる、うん、めっちゃ引っ張って、まあまあ引っ張ってる。はい、はい、いきます。はい、ありました。で、ちょっとずつ、ほんでさっき100均で買ってきたんだけど、これでみんなやってたの。ああ、そういうことね、綺麗に切ったり。これです。熱やっぱ変わんのかな。熱い、はい、はい、同じようにやるんだけど、そうなってくるとそれちょっと長いね。そうだね、その棒の ちょうど邪魔だな。こういうのもさ、普通マジックでやれよっていうの。ここ切ろう。スッと砂入れちゃう。じゃあこれ剥がしてさ、そうか、その方がいいか。もう一回剥がす、うん、熱い。さあ今、うん、もう8月20日とか、20日
ったら21だね。だからもう一番もう残暑とかさ、暑さが残る中俺やってんじゃん。そうね。こっからね、断熱つけていいな、もう秋よ。秋だね。でもあれでしょ、寒さもやっぱ強いんでしょ。そう、今いいこと言った、うん、これはさ、全部剥がさなくてよかったな。これあとさ、どうする、もうそっちのケツに合わすで、ちょっと空洞作ってもいいかなっていう。あ、ケツに合わせて、あとで余ったらこの間ちゃんと埋めたらいいのか、うん、今度は目安がないよ。ピンって引っ張って、はい、で、こう一番端からどんぐらい離れるかでやろう。あ、一番端のこの線から、うん、何センチでいく？こっち今5センチ。それが、あれ、確定いらない5センチだから。何お前の5センチって絶対の自信かよ。8センチか。ない。こういうのもさ、かけよだからって思うよな、マジックで。やれよ、ちゃんと。よし、じゃあ角張るぞ。うん。はい、張った。張った。で、ちょっとずつ近づけてて。これも斜めになってる可能性もあるんだよ。あるね。意外とまっすぐじゃん。あ、結構残ってんね、やっぱね。うん。だからやった方がいいね。そうだね。それ私。暑いからさ、こんなもんもううるせえよってしか思わないな。こんなもん暑くなきゃキャッキャやれんだけどさ、もうやめろもういい、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 滑ってる。これあのカメラ回ってるはず、喧嘩や。いやでもちょっと嬉しいな、前回俺天井やってなかったから、これでどんぐらい変わるのかっていう。でこれがあと2個あるから、先前やろうか。はい、ね、前もじゃあ剥がします。でこれ抜くぞ。わっ、これさ、だからキャラバンとかハイエースとかと比べてさ、これ、まあ、キャラバンなんだけど E25 系っていうあの、はい、1世代前のやつなのよ、はいはいはい、だからめっちゃ簡単なんだよ。もう新しいのは難しい。ハイエースとかはもうこれバリごとここも全部剥がしていかなきゃいけない。あの、あ、ベリベリって、あの、全部ここってほら普通プラスチックみたいになってんじゃん、はいはいはい、柔らかい、うん、あれ剥がさなきゃいけない。だからこれよ、これこういうのが全部なってんだ、はい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 、だからめっちゃめんどくさいのよ。あ、そういうことね。内張りって言って。まだ良かったね、じゃあこれで。こういうさ、あとさ、天井見たことねえからさ、うん、こ謎の板何って思 う、ね、めっちゃ怖いじゃん。これ何、これ謎の板。これが前の座席分来たやつ。いや、こっちです。あ、そっちか、はい、はい、じゃあこれ貼ろう、はい、あ、今もう剥がしてる、うん、あくまでな、素人のズボラがやる DIY だ。そうだ、うん、これでいいんならみんなできる。そうだよね。来て、ちょっとこれカメラ取り寄ってくれ。これをさ、後ろに持って行って、このカメラそこから撮る、うん、そうそうそう、オッケー。ここからがいい。シャケ君に映ったらいい。シャケ君これだ、 端に貼るぞ。はいはいはい、お前左、その左手、ね、はい、熱い、鉄が熱い。熱いね。あ、うわ、そうか、ほら、そうだ、全然お前あっちじゃねえのやっぱり。おい、お前意外にしろよ。いやいや、絶対こっち、絶対こっち。本当？でも間違ってるもんだとしたら。あ、まあいいや、ただ抜けてもいいだろ。ああ、これでいけんだろ。ゴロ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 、うん、ここら辺がより断熱ってことでいいんじゃないか。そう、はい、腹立つんだろうな、見てる専門家はな。そうでしょ、ちゃんとやれよって思う。ああ、これさ、こんなにしてたらはまるかな。ここ怖いな、あとではまるか。中に入れました。切っちゃった方がいいかもしれない。まあ、最悪あとで買うけど、こういうのも嫌いな人は嫌いなんだろうな。俺も嫌いだわ。何この汚いの。いかに、まあいいや。あ、これあとさ、厚さが勝つのよ。そうそうそう、燃えたい。オッケー、いけ、いいよ、それ。一回どんな感じかってことで、はい、なんで俺がアシスタントやってんだよ。いや、いい、前のやつ戻してみようか、ボード。ここでね、うん、この棒をね、そう、うん、ここにね。あ、そうか、先にそれやんなきゃいけないのね。はい、ごめん、刺してからやっとんやいな。あ、確かに、そうだ。それどっちだろうね。まあそうだろうな、その向きだろう。こ
ものでしょうね。これ取るわ一回、うん、あ、チーズ席そうなのよ、助手席がめっちゃ熱くなるんだってこれ。あ、そうなのね、うん、あの下にってなって、はいはいはい、だから下に断熱つける人もいる。あー、その後から、うん、なんかマイナスかなんかで置くんですか。あ、そうね、ちょっとやっぱりあれだな、ギリギリに貼らない方がよかったな。そうね、ちょっと入りにくいね。ギリギリに貼らない方がいいですよ。あ、出てきた。ちょい、じゃあ荒いのよ。なんかお前コシモモみたいなキャラの性格上こういうのはちゃんとしてる人なのよ。普通のキャラクターは丁寧なので、俺が荒いななのよ、うん、お前の方が荒いじゃねえかよ、人の車だと思ってよお前よし、うん、これでやってみよう。こっちの奥で圧かけながら、奥で押しながら、うん、吐きそう。俺が思うに一番天井がしんどいと思うのよ、うん、作業。そう思う、思うだってお前これがあったらもう断熱しちゃうんだから、あと、うん、いい感じ、いい感じ、いい感じ、こっちあ、やべえ、あ、分かった、こうしよう、はい、ちょ、一回また取るわ、はい、で最初に切る、結構切るわ、うん、完璧じゃねえけど、砂漠の時思い出すね、砂漠思い出すよ、お前は思い出さんねえだろ何一緒にやったみたいになってんの切りました。これでやらなか入んなかったらもう裸で行こう。よく入ってるね、うん、あ、もうめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。はい、あとは、お、来た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 。ああ、嬉しい。これ後ろも大変だろうな。ああ、嬉しい。とりあえず行けたな。うん。OK。そっか。あ、でもあれだ。後ろのやつも頬に食い込ませるよね。え？後ろのやつも頬に食い込ませるよね。うん、先に貼った方がいいか。そうよね、軽止めにしとこうか、うん、いそう。ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、吐きそうこっちから止めようかな、じゃあ。いや、こっちよりこっちは空洞にした方がいいんだよ。そうか、確かにそうですね。お前、頑張ってグッてやれる？よいしょ。止めてくれ、止めてくれ、止めてくれ、全然ダメ死ぬ、死ぬよ、死んじまうよ。あれ、切らなきゃダメかもな。ね、切りたくないね。うん、ちょっと待って、行くよ。行けるもん。でもこんなのグッとやっちまえば、そうだよ、こんなもん所詮紙とかテープなんだから、うん、行けるもん。そっか、体勢が悪いだけなんだね、多分、うん、素人だから、ちゃんとこう整えて、こういいフォルムを整えて、横着しちゃダメ。そう、あ、来た来た来た、今来たな、今グッと来たな、うん、オッケーオッケー。これ絶対ここ入んねえだろ。入んないね、うん、本当だ。切りますか。いや、もしくはこう入れたら入ってるかもしれないな。どこから、無理か、入らんね。外す、ね、外さないとダメよここで、あ、一回入れてみる、入れてみろうか、ダメ元です、うん、取ったらラッキーだ、うん、
これってさ、あの暑さから逃れるためにやってる作業だよな。一応確認だけど。ちょっとじゃあそこを私。うわあ無理だろ。でも前より角度ついてないからいけんじゃないか。ここまで来たね。あ、うん、多分ね前はねこう R がかかってんじゃん。無理。対峙した瞬間に分かる。絶対勝てねえ。こいつは強え。吐きそう。ちょっとここ見てみて。どうするか判断をお金するよ。ですよね。これ言っとこう。だから、うん、ハウトーだじゃないからね。DIY のハウトーでもなんでもないんだからね。吐きそう。じゃ。やったことある人はバカだなと思いながら10分前に。というか貼った段階で思ってた、うん、あこいつらバカ。あとで地獄見るよ。これはまあ外そう一回。そうだね、うん、でハサミなりで切ろう、うん、もう初期症状出ても手の震えが熱中症の。ね、絶対先つけない方がよかった。こうやった方が全然簡単じゃねえかよ。本当ね。って思ってたんだろうなみんな。そうでしょうね。バカだね。なんで押そうと思ったんだろう。恥ずかしい。成人男性2人見てよ。OK。俺やんないかもしれないもんな。ネジ 1,2 個ないんじゃないか。うん、その予感はするね。俺がアシスタントじゃねえか。はい、どうぞ。ネジじゃないの。はい、というわけで途中死にかけましたけど、はい、戻し終えました。はい、ね、途中の間ごっそり録画抜けてると思いますけどね、はい、理由は2つありましてね、うん、カメラがあの熱を帯びすぎて映れさせなかったというのと、そんな余裕なかったので、みんなの想像の中で作ってください。はい、で桃やってみよう。さっきやったドンドンドンって叩いてみたこの音のね違いをね、これでお前大したことなかったら俺泣いちゃうよ本当に。お母さん。こもってるね。こもってるし、なんか、気のせいかもしれないけど、涼しい感じがするわ。ということで、ももちゃん、ももちゃんどこ行くの？めちゃめちゃ涼しいんだから。お前もうお前終わったから早く家入ろう。締めがあるから今。はい。はい、ということで、素人でも天井に断熱、はい、かぶせてこないで早く行きたいから。天井に断熱を敷くことができるかはできるで。できました。やったぜ、やったぜ。はい、さようなら。チャンネル登録とか別にいいです。